グスタフ三世、グスタフ三世、グスターベイイ、1746年1月13日、グレゴリオ歴1月24日から1792年3月29日は、スウェーデン王国のホルシュタインイコールゴットルプアサ、第二代の国王、在位、1771年から1792年、 ロシア帝国やデンマークと戦って勝利し、ヨーロッパでの名声を高めた。またハンス・フォン・フェルセンを進化とし、フランスとの友好関係を深めた。グスタフ・三世の時代は、スウェーデンの中高の時代であり、また文化面から、ロココの時代とも呼ばれている。1980年代に発行されていた50、クローナ紙幣に肖像が使用されていた。グスタフ・三世は、 母校ロビーサ・サウルリカの期待の星として幼い頃から教育される。そして25歳の時、父王、アドルフ・フレドリックの死去により、国王の座にたどり着くことになる。当時は、スウェーデンの政権を、農民、市民と貴族らによる身分制議会が握っており、事実上は貴族らの影響が強かった。ロビーサ・サウルリカは、国王が、内政など国を動かすべきだと考えていた。 彼もクーデターを起こしたが失敗している。そんな教育を受けた、グスタフ三世は、国王になった後即座に、王党派の指示の下、この衛兵を用いて、クーデターを起こし、権限を握っていた貴族らからそれを奪い取り、議会に、新しい憲法を通す。この背景には、スウェーデンを弱体化せしめた、自由の時代からの脱却と、貴族政治に失望した農民やブルジョアなどの、 王党派による指示があった。クーデターは無欠で成功し、グスタフ・三世はストックホルム市民の歓喜を受けた。詩人のカール・ミカエル・ベルマンは祝詞を送り、ボルテールからも賛美の手紙が届いた。グスタフ・三世は無欠クーデターの成功によって王国の再建者と称えられたが、対外的な問題は解消するには至らなかった。グスタフ・三世は 一般的に絶対君主として知られているが、一方で、啓蒙思想を持つ母の影響を強く受けて内政改革を行ったことから、啓蒙先生君主と呼ばれることもある。グスタフ三世は自ら国政に関与し、身分制議会を尊重しながらも、先制的な君主として振る舞ったことから、それまで貴族が中心となって、国政を牛耳ってきた自由の時代は終わりを告げた。 グスタフ三世は、ロココの文化王として君臨した。スウェーデンの歴史では、特にグスタフ三世の時代を指して、グスタフ朝時代あるいは、ロココの時代と呼称された。この時代は、フランスの政治、文化がスウェーデンに影響をもたらした。特に啓蒙思想は、グスタフ三世の母、ロビー・サウルリカを介して、スウェーデンに啓蒙時代をもたらした。 グスタフ三世は文芸を推奨し、自らそれに習った。グスタフ三世は演劇を愛し、たびたび国内外の俳優や作家を招いた。ドイツ出身の作曲家、ヨーゼフ・マルティン・クラウスやイタリアの作曲家、指揮者であるフランチェスコ・アントニオ・ウッティには、その一人である。また、グスタフ三世自身、脚本家であり、演出家であり、また俳優でもあった。 ハーガ宮殿やドロットニングホルム宮殿は、グスタフ三世によって、たびたびオペラや演劇が上演され、1782年には、オペラ座が完成し、グスタフ三世の私的な晩餐会が催された。1786年には、スウェーデンアカデミー、スウェンスコアカデミー園が設立されている。対外関係においては、デンマーク、ロシア帝国との関係に揺れていた。 デンマークからは王妃を迎えることでバランスを保ったが、ロシアとの間はままならなかった。グスタフ3世は、たびたび、ロシアを訪問して、ロシア皇帝エカチェリーナ2世との友好関係を構築しようとしたが、女帝はこれに関心を持たず、計画は頓挫した。これを受けた、グスタフ3世は方針を転換して、フランス王家のブルボン家との友好を深めていくこととなる。 1784年にフランスからサンバルテルミートを獲得したことは一つの成果であった。スウェーデンはこの島で中継貿易と植民地化を推進した。アメリカ独立戦争では中立したものの中立貿易を阻害されたためにロシアが提唱した武装中立同盟に参加した。またアメリカ合衆国とは中立国で最初に国家の承認を行い、 1783年にはアメリカ・スウェーデン友好通商条約も結んだ。しかしスウェーデンはフランスと同盟上、フランス軍の兵士として、スウェーデン軍将校も独立戦争に義勇軍として戦っている。しかし、グスタフ三世自身は先制君主的な考えから当初はイギリスを支持していたため、義勇軍はイギリス側にも加わっていた。 1780年代に入ると、グスタフ・三世は、強国政策を推し進め始めた。当初の目論みは、ノルウェーであり、グスタフ・三世はノルウェー併合計画を立てた。折しも、ノルウェーでは、デンマークの重症主義政策に反発し、スウェーデンの保護を求める動きもあった。とはいえ、デンマークとロシアは緊密な同盟関係を結んでおり、デンマークは、 ロシアの軍事力によって守られているも同然であった。また、当時のスウェーデンの国力では、ロシアを背後にして、デンマーク領に侵攻する、軍事力はなかった。結局、グスタフ3世やノルウェー併合計画を諦め、東方政策に転換した。これは、ロシアに対する湿地奪還と、フィンランドの確保が前提だった。同時に、バルト海における、 バランスオブパワーの再編及び国際的地位の向上を目的とした。そのために、グスタフ・サンセイは、軍備の増強を開始し、フランスとも同盟関係を強化した。これは、フィンランドにおいて、ロシアの保護を受けようとする動きが生じていたためでも、あった。ロシアからのフィンランドへの干渉を阻止するためにも、グスタフ・サンセイは、対ロシア政策を最優先することとなった。 当時は国力は軍事力とほぼ同義であった。グスタフ3世は軍事力の増強に努め、1788年6月にロシア帝国に戦争を仕掛けた大北方戦争以前のスウェーデンの大国時代、バルト帝国の再興を夢見ていた。海戦権は議会にあったので、自国の軍隊にロシア軍の征服を着させ、彼らによる攻撃を理由に戦争を開始したのだった。 最も当時としては、噂の範疇を出るものではなかった。グスタフ三世は、自ら、フィンランドへ行きそこで指揮を取った。陸戦では、苦戦を強いられたものの、海戦における艦隊戦で優位に立つのである。そしてフィンランド湾の海戦、スベンスクスンドの海戦で勝利し、ロシア女帝エカチェリーナ二世を驚かしたものの、ロシアは、イギリス、プロイセンを仲介に引き込み、 旧戦に持ち込んだので、スウェーデン側の完全な勝利とはならなかった。また、戦死者よりも戦病者が1万人に及んだことや、戦費も国費を上回るほど巨額であった。とはいえ、グスタフ・三世は、この戦争で、ヨーロッパでの名声を手に入れることに成功した。従属国フィンランドにおいても、ロシアの策謀を察知し、支配を強化したアニアーラ事件。スウェーデンは、 同時に、デンマークへの牽制も成功し、ヨーロッパにおける国際的地位を向上させることに成功した。また、これによってスウェーデンは、失地奪還はならなかったものの、フィンランドを確保することができた。以後、ナポレオン戦争が激化するまでロシアとスウェーデンの関係は改善された。1791年には、ドロットニングホルム宮殿で友好軍事同盟が結ばれた。 1790年に絶対王政を復活させる。また、フランス革命が勃発すると、フェルセンをスパイとして送り込み、反革命十字軍を提唱するなど、国際的活動を活発に行った十字軍、結成は、欧州諸国の支持を得られず、最終的には失敗した。グスタフ三世は、スウェーデン・ロシア軍によるノルマンディ上陸計画も工作し、エカチェリーナ女帝も、 関心を寄せたが、これは国内の理解を得られなかった。フェルセンが行ったバレンヌ事件を裏で手引きしたのも、グスタフ三世であり、革命に対する反革命への情熱は、並々ならぬものがあったと言われている。これを、反革命政策と言い,い、この情熱は、息子のグスタフ四世やドルフへと引き継がれた。グスタフ三世が復活させた絶対王政は、 息子のグスタフ四世が申請を開始すると再開され、その親子の名を取って、グスタフはさ、絶対主義、デッド・グストビアンスカ・インバルデッドと呼ばれるようになった。1809年に立憲君主制となるまでのスウェーデンは、絶対君主制であった。内政も重視し、拷問の廃止や言論の自由の法律化や、自由の時代より継続する。 社会福祉事業なども行った建設王でもあった。一方で失敗した政策は禁止法であった。この後スウェーデン災害の内政の課題はこの禁止法であり、問題への解決は19世紀以降までかかることになった。また、コーヒーも禁止し、厳しく取り締まった。グスタフ3世は、 国内外で名声を高めたが、国内的な政情不安を打ち消すことはできなかった。彼の先制的な政治は、一部の貴族たちの不満を買っていた。さらに、スウェーデン経済も不況となっていた。グスタフ三世は、母の影響で演劇に興味があった。自分で劇を手掛け、それを演出したこともあったという。特に彼のお気に入りだったリキュードロットニングホルム。 宮殿は20世紀にスウェーデンの世界遺産にも選ばれている。この宮殿で華やかな舞踏会や演劇が毎年開かれ、北欧のベルサイユ宮殿とまで称賛されるようになった。グスタフ三世は1792年3月16日、ストックホルムのオペラ座で開かれた仮面舞踏会の最中、背後から拳銃で撃たれた。その後、 手術を受けたが2週間しか持たず、合併症を併発して46歳でこの世を去った。グスタフ・サンセイの暗殺は欧州諸国に衝撃を与えた。フランス革命の脅威と重なり、欧州各国は保守色を強め国内の統制を強めていった。これと合わせて、スウェーデンでもヨーロッパ主要国においても、啓蒙主義的な君主は見られることはなくなった。 暗殺の裏には貴族らからの反発があった。グスタフ三世は国の大きな柱にした軍隊にかかる費用を賄うために貴族らに増税を強制していた。暗殺の黒幕としてフレデリック・アクセル・フォン・フェルセン公爵、ハンス・アクセル・フォン・フェルセンの父が噂されたが定かではない。実行犯、ヤコブ・ヨハン・ワン・カーストレム伯爵は辞書と特権剥奪の上、 三日間持ち討ちを受け、右手を切断された上で四月二十七日に残首刑に処せられた。グスタフ三世の目指していた近代的な国家づくりは、一般の市民や農民に支えられていた。彼の死によって、スウェーデンの大国復興の夢は追いへさり、北欧は欧州列強のパワーゲームの下にさらされことになるので、ある。グスタフ三世は、アニャーラ事件が起きた頃、 周囲にこう漏らしたという。グスタフ・三世は暗殺の数年前にスウェーデンで有名な占い師ウルリカ・アルビドソンから暗殺予告を受けていたと言われる。彼がそれを信じていたかは定かではないが、オペラ座の資質で最後の晩餐を終えた後、暗殺を警告した秘匿の手紙を受けたグスタフ・三世は彼らが暗殺を行うのだとしたら今夜ほど良い機会はないだろうとも語ったという。 上記のアニアーラ事件の頃には、すでに、グスタフ三世は暗殺予告を受けていたとされ、自身の予感としての発言であったと言えたが、その予感は、結果的に当たってしまったと言える。グスタフ三世は、王妃ソフィア・マグダレーナと不仲であったとも、あるいは若い女性に興味がなかったとも、同性愛者だと噂された。一部ではグスタフ四世やドルフは、彼の実子ではないとする説もある。 この説を吹いしたのは王妃と不仲であった王太郷、ロビーサウルリカであったとされる。ソフィア・マグダレーナはデンマーク王女で政略結婚でもあった。二人の間には西が誕生しているが、成人したのはグスタフ4世やドルフだけだった。二人の性格は正反対ですれ違いも多くいさかいも絶えなかった。グスタフ3世にとって結婚生活は不幸以外の何者でもなかった。 また、カールとフレドリク・アドルフの二人の弟たちとの関係も良好は言えなかった。母の強い影響や王妃との関係は、グスタフ・サンセイの女性関係を淡白にしていると言われている。しかし、グスタフ世は・サンセイは女性関係は全くなかったわけではなく、パリで出会ったエグモント伯爵夫人のように特別な関係になったこともあった。ただし夫人は溶接した。 グスタフ三世の場合、女性関係は、常年的ではなく、理性的であったと言える。グスタフ三世は母に教わったように偉大な国王になるために努力した。衣装などにも過去の偉大なオーラの衣装のアイディアを取り入れていた。さらに彼は、フランス文化を敬愛し、歯が白尺という偽名を使い、たびたび、フランスを訪問したという。グスタフ三世は、 啓蒙思想に感化され、ルソー、ダランベール、ボルテールなどの思想家、哲学者とも交際した。1と2は、共に、フレゼリック3世紀の子で兄弟。2人の姉、ヘートビヒエレオノーラは、スウェーデン王ガール10世の日。3の兄は、プロイセン王フリードリヒ2世、大王。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。